ケテキスト8ページ地質年代から諸種18の左側年表で、その左側にさ新生代第3期とかあんじゃん。でそういうのが地質年代で、地球のまあ、歴史ですね。で出るのはもう後新世と間新世だけです。テキスト右側にあって、さらに新しい世の中から完全に新しい世の中になりましたと。で時間左から右に流してって、完全に新しい世の中になったので暖かくなって農耕開始ね。後新世の場合は氷河期と寒氷期を繰り返します。寒かったりちょっと暖かくなったり、寒かったりちょっと暖かくなったり。で氷河期に小氷河期が展開するとですね、海面が下がります。これ理由は山の上に雪が積もる、氷河ができる、北極うっそ南極の雪が積もると。で海面が下がって、日本海は湖だったし、ベーリング海峡はつながってたしということで、ロングジャーニーで世界中に人類が展開しましたと。ここに質問。覚えなきゃいけない年号って、もうこの1万年前に後新世から間新世になったよっていうのと、その後から農業を開始だし、その寒い氷河期を我々新人が乗り切ったよと、1万年前よりも前に、クロマニオン人新人がいましたよっていうのは十分です。これだけです。数字が出る問題は。で次に石器ですね。旧石器、新石器で、旧石器っていうのは惰性石器で、はい、じゃあ来てください。皆さん前に来てください。来て、はい、来て。でこれ本物ね。で、これちょっと触っていいです。本物です。黒曜石って言って、その尖ったものです。あの手怪我しないようにね。はいはいはい。ちょっとまあちょっとよかったら一人一個ずつ。もう危ない。ちょっともうこっち来て。みんなちょっと囲むように。人数少ないんで、せっかく。石です。本物です。で、その貴重なんで壊せないんですけど、まあ、見たら分かるとおり、ガスガスって横当てたらその砕けるでしょう。でその尖ったとこで切って切ります。これ惰性石器です。まあ、黒曜石を使います、基本的に。でここの資料集でも、今この場でここにさハンドアックスさんじゃん、握ってるじゃん。でこれが、あ、これハンドアックスじゃない、あ、これハンドアックスですね。あ、じゃあこれ違うわ。なんか元、あ、それかな。あ、これハンドアックス、完全に。これがハンドアックス。で、ここは持てて尖ってない。で、ここだけ尖ってて、こんな感じで切るっていう。です。はい。これでまあ料理してましたよっていう、切ってましたよっていうハンドアックスで。で、ハンドアックス作る過程で本体部分が石灰石器で、これがハンドアックスイコール、また石灰石器でもあるわけよ。で、ここを、ガス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 やった時に剥がれたのが、こういうちっちゃいやつ。こういうのが白変石器っていうところ。危ないですよ、触って。ああ、はい、みんな、そう、触っていい、白変石器触っていいよ。あの、尖ってるんですよ。いやいや、危ないよ。この白変石器を、その、木とかに挟んだりとかして、いろいろ使うわけね。OK? よし、じゃあ戻ろう。で惰性石器から魔性石器になるのが新石器時代ですね。1万年前というのがポイント。で土器の使用も始まります。新石器時代は魔性石器だけではなくて、で土器が使うとそんなにプラスになるの。どうして煮ることができる。そう、煮炊きができるよね。煮炊きができることで今まで硬いものが全然食えるようになる。今まで火で炙ることはあったけどさ、茹でることはなかったんですよね。でシチューとか味噌汁とか作れるようになるわけよ。
で全然食い物の、可能性が広がる。ここまで質問。でここからガチガチ世界史になります。シュッシュ、あ、テキストめくって10ページ。食糧革命はね、人類は3度の波を経験した。1度目の波を食糧革命、生産食糧革命という、2度目の波を産業革命という、で3度目の波が現在進行中で情報革命。人類は食糧革命以前は獲得経済のみだった。ところが種をまき刈り取ることを覚えた。これを食糧革命と呼ぶ。最初の農業というのは完治農法です。略奪っていうのは土地の栄養分を略奪ってこと。これ現在も一部やってます。はい、完治農法別名は何ですか。あえて書いてませんが焼き畑農業です。焼き畑農業これ完治農法。焼き畑農業でイコール土地の栄養分を略奪しますから、同じ土地で2年しか耕せません。だから移動していかなきゃいけない。で、灌漑っていうのは川から水を引くのが灌漑です。世界で一番灌漑技術が高い国は、川から違う、日本、もうダントツ日本です。日本治水めっちゃ上手です。ダムがたくさんあって、遊水地があって、クリークがあって、堰があってと。で、灌漑農法では川から水を引くんですね。それで古い土が流れて新しい土が入ってくると、連作障害が起きない。基本で灌漑農業を基本としているのが米作で、米作は連作起きないですよ。連作起きまくるのは小麦。小麦はめちゃめちゃ連作起きます。だから三歩線なのよ。で、水を田畑から水を田畑に引っ張ります。そのために大規模な工事が必要になりますと。組織性がいります。士族社会の形成、一番最初に形成しやすい社会というのが親戚関係ね。最古のその定住農耕遺跡の跡が19ページ右上の家入子やね。灌漑するようになって定住できたと。だから灌漑以前というのは移動してますよ。確認するよ。獲得は移動じゃん。動物しか取り終わったら次の地域に移動じゃん。農業も初期段階は移動ですよ。焼き畑だから。灌漑から定住になった。社会の拡大。社会って何かというと、まあこれ非常に今多義的な言葉ですが、共同体。狩猟採集の段階からホルド共同体はあったと。ところが灌漑農業でこの共同体が複雑化します。生産力の増大は余剰食料を生み、資料集19ページ右下にあるように生産に従事しない聖職者や戦士が登場します。これ受験世界史ではマルクス主義では基本的に搾取する側と考えます。で、灌漑農業をやると大規模な治水工事の必要性が出てきて、そのために権威が必要だったり、またその組織を乱すやつを暴力で抑えないかんわけよ。警察が必要になってくるわけ。もちろん対外的な脅威もあります。そこに食い物が余ってるから外部から人が侵攻してくる可能性がある。そこで戦士階級が出てくる。で、今階級という言葉を使いましたが、階級というのは同一社会内における上下関係です。受験世界史で何々の社会の変化を書きなさいとかいう問題が出たら階級と置き換えて十中八九 OK です。
械農業で食い物が余って余剰食料出てきます。で余剰食料が出てくると直接働かないのに生産に従事しないのに食う連中が出てくるわけ。生産してる連中から取り上げるのを税と言います。税というのは強制力があるわけよ。だ国家というのは暴力を持ってます。暴力を持ってない国家は存在しないです。国家の定義としてまず暴力を絶対持ってるわけ。湯気先生は先ほど皆さんから5500円いただきました。これは強制力は働いてません。暴力は働いてません。これは授業を提供するからその代わりお金をくださいと言ってるもの。これは税ではないです。税っていうのは一方的に強制力を持って納めさせる、その強制力の担保として暴力があるわけ。もう一回言うけど、国家というのは徴税機構と暴力装置からなってるわけよ。その見方がないといろんなことがわからない。ここに質問。で税を取り上げるためにはその記録が必要で、19ページの2の余剰食料が社会化の収穫の上は先ほど言ったように徴税官です。徴税官にとって一番大事なのは記録ですね。去年これぐらい税払えたから今年はこれぐらい払えるでしょうと。灌漑農業で余剰食料が出てくるから税の必要性から文字が発達するわけ。文字が発達するのは税を取るためです。神聖文字もくさび型文字も甲骨文字もそうですが、インダス文字に関してはわからない。先ほど言ったようにインダス文明においては大きな権力を示す宮殿とは見つかってないんですよ。だから先ほどから言ってるように資本主義的な共和国じゃなかろうかと。食い物が余らないところは徴税機構は発達しません。故に文字も発達しない。例えばテキスト、遊牧民というのは食い物が全然ないから故に文字が発達しないと。世界最古の遊牧民族の文字は突厥文字だと。突厥文字ってね、6世紀とかの話ですよ。5、6、7とかの話ですよ。神聖、くさび型、インダス、高校生、これ全部紀元前ですからね。で文字が出てくると情報伝達がすごく効率よくなります。で時間を超えて伝達していきます。だから知識とか技術とか思想の蓄積が出てくるわけ。でそれが文明と考えていいです。文明も文化も文が入ってるでしょ、文字が入ってるでしょ。アイヌ文化は表現あるけど、アイヌ文明とは表現ないでしょ。で文明って何かというと、文明ってすげえ文字使いまくって知識技術を時空も超えて集めてるものが文明やね。アイヌは文字持ってないもんね。ちなみにアイヌは文字持ってない理由わかる？狩猟民族だから。狩猟民族で食料が余らないから、食料が余らないから徴税のしようがない。ここまで質問。OK、テキストめくってもらって12ページで。で人種民族ごとく で人種っていうのはその肉体的に違うよっていう。で人種差別って言われるかもしれないけど、まあ、湯気先生自営業なんで何言ってもクビにならないので言いますけども、これね
マルチーズとブルドッグ、土佐犬が同じ犬だけど全然違うよねっていう感じ。その同じ人間でも肉体が違ってくるんですよ。例えばね、うちの嫁さんがこうリアルにロシア系なんですよ。8分の1入ってるのかな。ロシア革命の時に逃げてきたよ、日本に。で、結婚してで8分の1入ってて、で、嫁さんちの実家ね、まずね、みんな色が白いです。で、とにかく寒い。実家帰ると寒くてなんだよと。で、うちの嫁さん外歩くと一緒にすぐ目が充血します。白人様だから目がね茶色いんですよ。黒じゃないんですよ。ロシア系で、ロシア系でだからすぐ充血します。もう湯気先生バリバリこう髪の毛黒で、嫁さん髪の毛茶色ですけど、ね、髪の毛黒で、目も黒くて、だから日差しが強くても全然大丈夫ですけども、本当ね白人様って本当サングラスかけないとダメなんだなっていう。黒人とかもめちゃめちゃね日差し強くても大丈夫ですよね。もう黒、もともと黒いんで。ここまで質問。がたいも違うよね。例えば黒人とかめっちゃ体でかいです。で、黄色人種は体めっちゃちっちゃいです。白人はそこそこでかい。まあね、マルチーズとブルドッグっていうとちょっとね人種差別って言われるかもしれないけど、まあ肉体が違いますよってこと。ここまで質問。あれ日本とかもさ、なんか駅伝とかさ、なんかマラソンとかさ、めっちゃ黒人選手連れてくるじゃん。なんか子供の時に山梨学院大学ってアフリカの大学かなと思ってたからな。で、言語系統ね。で、インドヨーロッパ語系、こう中央アジアにもともといた連中で、西にも南にも行ったんですね。で、まあ SVO です。まあ君ら英語でやってるけど SVO ね。だ、インド人がね英語の習得早いよっていうのは、そりゃそうでしょ。だって同じインドヨーロッパ語系だから。で、ここでよく間違うのが、はい、ペルシャ語、イラン語はインドヨーロッパ語ですよ。君らイラク、イランってあって、中東ってイメージがあるから、イラクはセム語系ね。イランもセム語ってカウントしたので違う。イランはペルシャ語系ですよと。中東は基本セム語系です。アッカド、フェニキア、アラム、ヘブライ。で、だ、ヨーロッパの中にいる、非インドヨーロッパ語系の代表的なものにユダヤ人がいる。だ、ヒトラーがフェム系はっていうのは、まあユダヤ人のことを指してるわけよ。ハム、イスラム侵入以前のエジプトがハムですね。まあ現在エジプトはアラビア語なんでフェム語系ですけど、ノアの箱舟があるじゃん。で、ノアが生き残りましたと。で、ノアの息子2人がフェムとハムなよね。で、それぞれ家庭作って子孫残して、セム語系、ハム語系で、ウラル語族とアルタイ語族ですね。まあ以前のね資料集だとウラル、アルタイ語系って一括りにしてたんですが、違うんだという生徒からの熱烈な抗議もあり、ウラル語系とアルタイ語系を分けております。で、まあ、ウラル語系もアルタイ語系もちょっと珍しいのが、助詞があるんですよ。その、まあ、英語だったら分かると思うんですけど、その文字の配置によって文章が変わってくるんだけども、日本語とかトルコ語っていうのはそのテオニハがあって、助詞が言葉の、方向を示すので、まあ、言葉の入れ替えがかなり容易です。であるからして、その日本語ってリズム取りやすいんですよ。トルコ語もリズム取りやすいです。その助詞を、ね、あるから言葉の入れ替えができるからね、リズムの方を優先できるわけよ。
で日本語はそのアルタイ語系だよっていう説が強くて助詞があるから、ただこれ認めてしまうと大和朝廷騎馬民族説、日本にパカパカ馬に乗った連中がやってきて支配して税を取ってたんだっていう征服王朝を肯定してしまうことになるので、多分そういった筋からの抗議があって浜島書店はいわゆるアルタイ語系から日本語を一応外したんでしょうね。現在20ページその他になってますけど、まあ十中八九いわゆるアルタイ語系ですよ。はい、でも何かの研究で何かいわゆるアルタイ語系とその何か共通点あるけれども、基礎語彙は結構南方からの影響が強いから外したみたいなこと見たことある。ああ、それ試験考え方が今言ったのはこう入ってきて征服しましたよと、征服してそのアルタイ語が支配階層の言語になったよっていうのがあるんだけども、一方でそのこいつは入ってくる前の話なんだけど、日本人っていうのがその北の方から入ってきたのと朝鮮半島から来たのと南の方の島々から来た人たちで構成されている、まあ、雑種みたいな感じなんですよ。でそこに後にアルタイ語系が入ってきて、だからその多分その理屈だと思います。あ、あとそれからなんかその騎馬民族征服説ってそれ提唱者本人が結局疑問に答えられなくて否定しちゃったじゃないですか。騎馬民族説が本当かどうかというのは正直俺はどうでもよくて、こう騎馬民族説を取ると全部世界史はつながるので、そうそう、ただ点数取らせるために騎馬民族説だって言ってる。本当かどうかは分かんないし、まあ湯気は本当かなと思うけど、ね、世界史全体を俯瞰すると、まあ、4世紀に攻めてきたっていうのが、まあ、納得するかなと思う。でも馬運ぶのどうやったんですか。じゃあ泳いだんじゃない、こうやってあともう一点、世界で一番寿命が長いのは日本人なんですけども、これ医療制度が発達してるっていうだけではなくて、日本人自体が病気に強いんですよ。これ雑種だから、北と半島と南から来て混ざったから。はい、アメリカ人北米混ざらないからね。だってじゃあ南アメリカ人も病気に強くなる、まあ、なるんじゃない。ただし混ざってる数が少ないんじゃない。インディオと黒人と白人でしょ。そこに黄色人種は混ざった。あ、インディオは黄色人種だけど、インディオも黄色人種ですし、ほら黒人とか白人とかメスティソとかムラートだっているわけですから、寿命長いもうかもね。ただご存じの通り中南米というのは医療制度が最悪なので、日本みたいにみんなが病院に行ける国じゃないので、日本並みの医療制度を整ったら もしかしてめちゃめちゃ寿命が長いかもね、うん、分かんないよ、推測だよ。でシナチベット系で、ここで確認したいのは中国語はシナチベット系ですよと、日本語とは言語系統が違うよっていうのが大事なのよ。でなんでかというとね、日本語と言語系と違います。シナチベット系は SVO です。しかしながらシナチベット系が使っている漢字を我々はその使ってるわけよね。言語系とは違うけど、そいつらの文字は拝借してるわけよ。山、川、山、線、あ、しまった。これ山とか川って何？訓読みってどういう意味なの？日本語、日本古来。昔の日本は山と川って言ってましたよ、山と言葉でね。で中国から文字が入ってくるじゃん。で中国から文字が入ってきて、あ、これ象形文字だから、あ、山だと川だってなんだけど、中国語読みだと山なんですよ、山なんですよ。中国語読みだと、線なんですよ。でこれを音読みというわけで、音読みっていうのは中国語読みってことで、何が言いたいかというと、言語系統は全然違うんだけども、お隣の文字を拝借してますよと。世界で一番使われている文字はアルファベットね。アルファベットね。我々たまにアルファベット使いますよね。言語系と違うけどね。
ドラビダ系はやった、黒いインド人で謎のバスク人もやったんで終了。